さあ、やってまいりました。本日も動画の時間でございます。どうも、みなりゅうです。今日はですね、雑談動画ですね。いや、まあ、なんでかっつうと、今年に入って取りだめという悪知恵を覚えたんですよ。もうその1日に、まあ、2本か3本分ぐらい動画を撮って、でそれをこう、まあね、今1日ごとに上げてるから、こう2本とか3本の動画を1日1日1日でこう割り振って投稿するっていう悪知恵を覚えたんですよね。もう去年って本当にもう上げ投稿したその日に撮った動画をもうその日に上げてたんで、そうそうそうなんですけど、今年に入ってやっぱ毎日できるだけ毎日上げるのをまあこう目標に、まあ、去年もそうでしたけどね、一応は。そう、今年はもうね、なんかこうなんとかやりきりたいなとは思ってるんですよ、今んとこ。そうそうそう、まあなんであれなんですけど、でね、本当は俺昨日の、夜にですね、動画をまあ何かで決まってなかったんですよ、何の動画撮ろうかなと思って。で、あの太宰の晩年の独寮の動画も撮ろうかなと思ったんですけど、まあその何でしょう、もう台本も作らないし、本当に思いつくがまんま喋るんですけど、まあでもなんかこう頭の中ではある程度こう何を喋ろうかなみたいなのは整理しておきたかったんですよね。うん、でもね、なんかそれがこうちょっとまだうまくまとまんなくって、そう、どうしようかなどうしようかなって考えてるうちに、もう昨日は寝ちゃって、で今日朝起きて、うわやべえ、動画撮れてないと思って、どうしようどうしようどうしようって考えた結果のこの雑談動画。まあでもね、ただ一つちょっとまあテーマというか話題みたいなのがあって、皆さん冬場ってハンドクリーム使います？俺めっちゃ使うんですよ。てかまあその書店員ってその紙を扱ったりするんで、なんかこう油分が吸われがちというか、だから多分書店員の方でハンドクリーム使う方めちゃ多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、書店員に限らず、まあ、飲食業の、あ、でも飲食業の人ってどうなんだろう、ハンドクリームって使っていいのかな、なんかよくわかんないけど、まあ、でも多分とりあえず書店員の方はハンドクリーム使う人多いんじゃないかなと思うんですよね。で、俺今まで、まあ、めちゃめちゃベタですけど、ニベアの、あの青いカンカンの丸いカンカンのやつね、あれをずっと使ってたんですよ。で、それがこうなくなった時とか、出先に忘れちゃった時とかに、あのダブってあるじゃないですか、あのボディーソープとか出してるあのダブ、あのダブの、あのハンドクリームじゃないですけど、なんかボディークリームみたいなやつがあって、まあそれも割とね、結構たっぷり入ってって、でも値段はね、そのニベアとかよりも安いんですよ。だからまあそういうのを買ったりして、で、まあ、その2つをこう並行してずっと使ってて、でそれがね、この間もいよいよなくなったんですよ。なくなって、でもなんかね、個人的にそのニベアのクリームが合わないっちゅうわけじゃないんですけど、なんかもうちょっといい自分に合うやつがあるんじゃないかなと思って、で、まあこれも大体ニベアとこれでしょうね、置いてるのって普通のお店で、これアトリックスね、これを買ったんですよね。もう俺あのちっちゃいカンカンで買うの嫌なんですよね。もうどうせ買うならもうこの大きいカンカンで買いたくって、まあだからまあどんだけこう、あ、合わねえなと思っても使い切るまでに時間かかるんですけど、アトリックスのハンドクリームね、俺全然いいと思う。なんかね、
こうなんつったらいいんだろう、ベタベタはしないんですよ、全然ベタベタしないし、なんかすごいねこう手がコーティングされてるなっていう感じがするんですよね。あんまつけすぎたらあれですけどね、まあ、どんなハンドクリームでもつけすぎたらベタベタになっちゃいますけど、このアトリックスねすんげーいいっすよ。まあ、あくまでも俺は合うっていう話なんですけど、まあ、あの上を見れば多分いいハンドクリームってたくさんあると思うんですよ。ロクシタンとか海外のやつとか、あと なんだっけあのすごい固形になってるやつ、なんだっけ名前忘れちゃった、なんかバターみたいなやつセドリックじゃないな、違うセドリックじゃない、なんだっけ名前忘れた、でもめっちゃ有名なやつ。俺はとりあえずこのアトリックスのハンドクリームがねすげえ良かったんでいいなーっていうお話です。はいハンドクリームはねやっぱいりますよ、どうしても。うん、あそうで、これね匂いがいいんすよ、微香性で。何の匂いだろうな、これ書いてないな。まあでもなんかカモミールエキスとかなんか入ってるから、多分そういうお花の香りなのかしら、どうなのかしら、よくわかんないけど、うん、いいねっていう、まあハンドクリームを変えてよかったよっていうお話です。はい、これから先もちょくちょくこういう中身があるようでない雑談動画を上げることにはなると思いますが、その時はよろしくお願いします。はい、ちゃんとねもうその1週間のスケジュール、もう俺手帳をこの間買ったんですよね。でもうそのいつこの日に何の動画を撮るみたいなやつをもうちゃんとスケジュールを立てて決めようと思って、まあそれが昨日できなかったわけなんですけどそうそう、いやでもちゃんとこう、うん、何でしょう、管理していこうと思っております。なんでねまあ休みの日とか連休とかがあればもうその日に結構がっつり撮ったりできれば、まあ、またその先の動画も余裕を持って予定を立てれるんで、ちょっと撮りだめとうまく、ズブズブな関係になりながらやっていきたいなと思っております。あそうだ、なんかめっちゃ今更なんですけど、先日はあれでしたね、成人の日で、新成人の皆さん、新しくこう成人を迎えられた、動画の視聴者の皆さんいらっしゃるんでしょうか、この動画に新成人の方が、いらっしゃるかどうかは分かんないですけど、もし、いらっしゃったらですね、新成人おめでとうございます。これからの日本をよろしくお願いしますはい、ということでこんな感じでいかがでしょうか。はい、映画のねこの間スティングっていう映画の動画を上げましたけど、そちらもまだ見てない方はですねぜひ見ていただきたいですね。冒頭でギターを弾いておりますので、まあそんな大したことはしてないんですけど、せっかく弾いたのにあんまり再生数が伸びてないからちょっと寂しいんですよなのでまだ見てない方はですねぜひチェックしていただければなと思います。めっちゃ面白い映画だったんで、でまた次に、見る映画のブルーレイを先日購入いたしましてですね、まあ、それももう休みの日にこう見て、で感想の動画をまた上げられたらなと思っております。なかなか面白そうな今回も映画をチョイスしたので、ぜひぜひお楽しみにしていただければなと思います。はい、それでは本日はこの辺でおしまいです。では。
また次回。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。高評価チャンネル登録お待ちしております。概要欄に再生リストのリンクも貼ってありますので、そちらの方もチェックしていただければなと思います。そして素敵なイラストをデザインしてくれたセロリちゃんのツイッターのアカウントのリンクも一緒に貼っておきますので、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。いや、遊びに行ってみてくださいというよりも絶対行くように。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。